ね、ジールのゴリゴリ編成を使ってちょっとスコア見たいということで初音天地入れます。初音天地ちょっとやってみましょう。一体何万ポイント1回で稼げるのか。皆さん全然喋ってもらって大丈夫ですよ。いやでも僕だってその配信とかやったことないんで緊張しますよねえ、お互いにうまいんで、あれ、まあ、メタ提供者ですからね。そういうことですね。あやばい、僕あと HP200 しかないっす、ジュールさん。ええマスターですか、もしかして。いや、イージーっす。なんかロングノーツからすげえ抜けちゃいました。めっちゃ支障あると思います、多分これ。ロングノーツアホみたいに抜けるんだけど。ランナーさんが抜けるよりは全然。まあ、今回はみんなのスキルさえ発動すれば関係ないんで、ほとんど。ちょっと SF だけは待って、ね、マジで SF だけは。いや、多分 SF ジールの方が切るんで。あれ、連打でしたっけ ?SF 連打でしたっけ。いや、連打じゃない、連打の前っす。連打の、この後死なないようにしないと。死んだら、ちょっと本末転倒っすよ。ジールさん、ちゃんとミスってるじゃないですか。いやでも、結構繋がりましたよ。これ実際コンボケース考えると、ちゃんとフルコン取れてたらもっとポイント取れるって考えるとやばいっすよね。まあまあまあ、やべっ、あ、まあ、イベラン SF 切ってるなSF 切ってるの配信してるの、マジっすか。あれあれナイスカット。ここが苦手なんですよね。ちょっとつな今はつながったんですけど、でもこれだけミスってもこう最高倍率編成だったら何万出るかっていうのがねどうとでもなるじゃんしかも今、ね、入ってるお手伝いさんたちみんなリーダーと内部値がぶっ壊れてる人たちしかいないんで、最低値140なの700です。そうですね、中700ってやばいんですよね。うん、中700なんですよ。ジグソンライフ270じゃないですか。今190まで行きました。あかん、あかん、あかん、あかん。ちゃんと血まみれじゃん。私の私のライフ依存の発動の時にはまだライフあったから、まだあったはずなので、あ、なら大丈夫だ。さあ、ジールは一体何ポイントを稼ぐことができてるのか。イージー、この間にエビ3回できるって話します。ああ、やばいやばい。うお、しかもバッテリー、バッテリー表示出てきました。ちょっとネタが渋滞してます、すいません。とういうよ今グレー111のグッド5バット1ミス10ですね。あれ始めたばっかり初心者かな。これがボロボロなんかやってて、ポイント57120でした。あーでも111グレーだったらまあまあ低いっすね、多分。で、でも多分フルコンしてたら余裕で6万いきますよね。あー、そうなんじゃない、いけると思いますよ。皆さん入室が爆速すぎて助かります。埋まるのでやめた方がいい。やばいっすね。さすがにこれ以上時速を落とすわけにはいかないんで。あれ順位落ちてるってなっちゃう。いや順位落ちたらやばいっすよ。順位これで順位落ちたら、順位落ちたら下の人やばいっすね。この1回の開幕神話がもう決め手となって13-11位になっちゃったら。やばすぎる。あん時の開幕神話が。開幕神話しなければ。